いやハロー、どうもこんばんは、マジラジオゲニハマです。はい、現在1月4日火曜日の午後6時11分ですね。さあ今日はうち母仕事ですので、赤目が切る今20、21、22話と見てきまして、次が23話です。残り2話ですね。はい、では自己紹介。僕はマジラジオゲニハマと言います。一生瓶に乗ってジャグリングしてハーモニカに、そしてタンバリンを叩く世界で唯一の技の持ち主。この本の著者であり、現在40歳、芸歴16年目のマジシャン、大道芸人パフォーマーやってます。やればできる、諦めない、これを伝えたくて、25歳で会社員を辞めパフォーマーになり、主に子供たちの前でショーをしてますが、現在コロナの影響でほぼ無職状態、今月も仕事1本しかありません。めちゃくちゃ自粛してます。今、貯金切り口で生活してます。で、自粛中にアニメにハマって、約1年9ヶ月で530作ほど見てきました。気づけばアニメリアク職人と名乗り、今はアニメリアクターを真剣にやってるんで、ぜひとも応援よろしくお願いします。で、僕のもっと詳しい自己紹介、ホームページ、SNS、各種 PV、プロフィールなど全て説明文にあるんで、ぜひ読んでください。で、過去のアニメリアクションに関しては、再生リストに作品別に載っけてますけども、もうほとんど残ってません。過去の方がちょっとなぜかは説明しますね、また最後に。で、あとは、僕のパフォーマンスだとか、練習動画だとか、過去のアニメの、おすすめだとかランキングなどなどが、ジャグリングパフォーマンス雑談というリストにあるんで、こちらもチェックしてみてください。はい、そして今年の9月頃でかい発表があると思いますんでお楽しみに。では行きましょう。23話 D アニメストア321スタート。お菓子の袋置いとんや。でっかい肉やな。オープニングないんかな今回。いや、ここからか。うん。さあ、大臣が一体皇帝陛下に何をさせようとしてんのかがね。あ、今から気づいた。このオープニングの歌ってる真山りかさんって多分声優さんですよね。ラバックを刺したナイフ持ったあの女子やな。あ、ラン。なんで若手で邪魔しようの？元教師？おお、すげえ。レオーネも死ぬんかこれ。小賢しいことを。なんかむちゃくちゃでかいロボット。でっかっ。指向テーザーっつった。これむちゃくちゃ等しいんだんちゃうかこれ。めっちゃ死んだよな今の一撃で。ほう。めっちゃ国潰してるけど最初のテイクなんやこれが。笑い方きしょ。バカなんかな皇帝。バカなんこれ。うわっアホなん皇帝。おおウェーブ。おおああ懐かしい。いいね、ウェーブ仲間だったね。あれランもあれやんか。お羽男言うてた。ブラートうわすごいことになった。これ辰巳大丈夫なんかこれ。辰巳死んだんこれ。生きてたかここで。辰巳死んだんこれ。いや4話連続死んだあかんって。主人公死ぬんかいこれ。あ、まあ主人公赤目か。ちょっとこれで SS どうなんねやろな。これようあるけど、次回予告で生きてましたが分かるパターンとかちゃうやんね。ちょっとこれ次回予告大丈夫かな。あ、SS 赤目が一騎打ち。赤目が切る。ああ、わあ、なんか赤目がすごいことになってる。はい、まあということで、まあ、今回はね、まあもう帝国の中がえらいこっちゃになってましたけれども、まあそこでね、出てきたのが蘭やったけど、まあ元教師で、まあ前回言うてましたね、内部から変革変えていこうと思ってたけど、あんたらが邪魔するからあんたらと戦ってんねんでみたいな、まあそんな感じかな、簡単に言うと。まあレオーネの戦いが熱かったな。でまあ大臣追い詰めたかと思いきや始皇帝座なんや、あの巨大ロボは。で皇帝もね、自分の国を破壊してアホなのかとしか思えへんねんけどね。何これ、一回壊してもう一回作り直そうって、そういうことか。せっかくね、何回も辰巳がこう目を覚まさせたろう思って声かけとんのに、ちょっとは耳を傾けんかいと。まあウェイブがね、まあ、仲間というか手を組んだのはむちゃくちゃ熱かったし、レオーネとねランが手を組んだのも熱かったし。うん、でここに来てスーさんの言葉とね、ブラートの言葉がね響いて、凄まじいインクルシオの進化がね見れたのは熱かったかなと。辰巳死ぬんかい。はい、まあ最終回はもうなんと S ですと赤目の一騎打ちで終わりそうですね。いやー、4話連続で死ぬか人がね。4話連続ちゃうわ。ラバック、マイン、黒目、4話連続で辰巳と。辰巳死ぬとはね、まあちょっと S ですにも目を覚ましてほしいなと思うけどね。はい、ということで、赤目が切るの23話でした。はい、よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。はい、この後興味ない方はここで切ってください。はい、おととし3月ね、もう僕は仕事がことごとくキャンセルになってしまい、なるべく貯金持たせようということで、もう金使わんとこ思って家にひたすらいるんですけども、そこでね、アニメ、バイオレット・エヴァーガーデンにハマり、で、10話のリアクション動画を投稿したのをきっかけに、1年10ヶ月目アニメリアクターやってます。結構真面目に真剣にやってます。1日の投稿本数見てもらったら分かると思うんですけどもね。ただ、1年7ヶ月目にして1年5ヶ月分の動画大量に失ってます。これで再生リストにね、動画が残ってないってことなんですけども。で、なんでかっていうのは詳しく知りたい方がもしいれば、10月5日6日の僕の生配信のね、アーカイブをご覧ください。で、やっぱウマ娘がむちゃくちゃ再生されてたんで、これが消えたことで、もう今ほんまに再生数ずーっと永遠に2桁。うん。で、チャンネル登録者数も全く伸びてません。もう正直しんどいし、もうほんま苦しいし、やめたいんですけどね、こんな生活は。ただまあ、なんとか今、ほんまに指一本だけで崖にしがみついてるような感覚。地べたを匍匐前進してるような感覚でやってますが、まあしかもね、ワンルームでここ母と同居というね、まあリアクター的にはでっかいハンデがあります。かなり制限がかかってるんでね、家主は僕なんでね、家賃光熱は僕が払ってますんで、勘違いないようにお願いします。まあほんまに、もうほんまにやめたいんですが、まあもう今はね、もうとにかく根性鉢巻きを巻き始めてからは、もうそんなね、弱気をぶっ飛ばそうと思って、もうダメージやろうが、ハンデやろうがね、マジでぶっ潰すという気合は入ってますんでね、ほんまに折れず、諦めず、やめないと決めてやってますんで、ぜひ応援よろしくお願いします。で、アニメリアクターとしてね、僕を知っていただいた4人の方が、ほんまにショーを見に来てくださいましたので、まあ、これからもね、活動を続けていきますんで、僕は投稿本数だけは誰にも負けへんと思ってますんでね、ぜひとも本数に注目をお願いいたします。はい、やればできる、諦めないようにね、感じ取っていただけたらなと。その上でまたね、一人でも多くの方に僕を知っていただいて、ショーを見に来ましたよって方がね、現れたらいいなと、まあ、それを願ってね、活動を続けていきますんで、ぜひとも見守っていただければと思います。はい、最後までどうもありがとうございました。以上、マジラジオ芸人浜田でした。では。